皆さんこんにちは。刺繍アーティストの堀内ゆきです。刺繍糸の収納方法ってどうしてますかっていうコメントをいただいたので、私の刺繍糸の収納方法をご紹介したいと思います。一つ一つ三つ編みにして、同系色で輪っかでまとめているスタイルなんですけれども、三つ編みのやり方をご紹介していきたいと思います。このブランドのタグと糸の色番号の、この輪っかですね、これをまず外していきます。それでですね、この輪っかはですね、この後大事な役目をしてくれますので、このまま取っておきます。ここにですね、よく気をつけながらここ真ん中を開いていくと輪っかになってるんですね。そこに手を入れていきます。こんな感じ。この中にですね、糸の端っこが2つあるのを見つけてください。こういった感じで端っこと糸の端っこがね、2つあるんですね。で、それをちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、輪っかに入れてる手とは反対の手で、この糸端をちゃんと持っておきます。それでこの糸端を持っている手の方をここから引っ張っていきます。こんな感じで。そうするとゆっくりゆっくり気をつけながら引っ張っていくと、輪っかの方からスルスルスルっと糸が取れていきます。で、この時こっちの手では絶対にこの糸の端っこを持ったままやってください。こういった感じで、ちょっとこの輪っかに入れてる方の手もちょっと動かしながら、こうやって引っ張っていきます。そうすると綺麗にほどけていきます。たまに絡まってしまう時があるんですね。でもそういう時もこう絡まっちゃってるところを丁寧にほどいてやってください。それで今、こっちの手では、この糸端を持ったままだと思うんですが、この糸端からピーッとこんな風にして綺麗にまっすぐ糸を整えていきます。ピーッと。そうするとこっちの端っこに輪っかが1個ありますね。で、この輪っかと最初の糸端を合わせます。合わせて同じ手で持ちます。そしてもう一度、ピーッと整えていきます。はい。そしたら端っこと端っこをまたもう一回合わせます。そしてもう一度、ピーッと。きれいにきれいに整えて、糸の端と端をもう一度合わせます。そしたら、こんな形になりました。今この状態です。で、この状態になった時に、最初に取っておいたブランドのタグの土壌です。この端っこに、この輪っかをはめていきます。こういった感じで。ちょっとこうやってつまんで入れます。そしたら反対側にもつけていきます。どっちを先につけても大丈夫です。ブランドのタグか糸の色番号の書いてあるタグ。そしたら今こんな状態です。で、これでこのタグ同士を寄せます。そして糸の端同士を合わせました。ここで綺麗に合わせておくことが大事です。合わせてこんな感じに今なりました。そしたらこの糸の端をハサミで切っていきます。
端っこの輪っかの部分にですね、ハサミの先を入れてカットします。この輪っかを全部カットしてください。ここでカットし忘れている輪っかがあると後でちょっと大変なことになるので、全部の輪っかをカットして、こういった感じで切りっぱなしの状態にしてください。そしたら今こんな感じです。こんな感じになりました。そしてここから三つ編みを作っていくんですけれども、三つ編みを作るにはこの毛束を3等分にしなきゃいけないんですね。それで3等分にするにはこの両方の糸を、そうですね、こっちを3分の2と3分の1にちょっと分けてみてください。量を3分の2と3分の1に分けました。で、反対側も同じくらいに分けます。そうするとこんな感じ。これでなんとなく3等分になりました。そしたらここから三つ編みを作っていきます。三つ編みを作るのは、もう髪の毛の三つ編みと同じですね。こういう感じで。そんなに硬くやりすぎなくて大丈夫です。緩めで。そして最後のところは、そんなに最後まで三つ編みしすぎなくても大丈夫です。こんな感じで。刺繍糸の下準備が出来上がりました。この今ここのねタグの間にこうやって穴が開いてるんですね。空間があるんです。そこにこれですね、この同系色をまとめている金属の輪っかがあるんですが、これが入るんですね。金属が壊れてしまいました。すいません、ちょっとこれはやめときます。どうしようかな。じゃあ違う色で、すいません、特系色じゃないんですけど、青色になっちゃうんですけどここ、初めてだな、金属が壊れるの。はい気を取り直して、この輪っかのところにこの、はい、こんな感じではめることができるんですね。でこれでよいしょ、こんな感じでじゃん、たくさんの刺繍糸をこういった感じでまとめることができます。この金属の輪っかなんですけど、単語カード のまとめる輪っかと同じものなんですね。これは文房具屋さんで、私はカードなしの状態で売ってるのを見つけたので、それを使ってで、刺繍糸をまとめています。じゃーん無印良品 のプラスチックのケースに刺繍糸をまとめています。こんな感じで色別に分けていて、でここに先ほどのこれですね、こういうものを入れて、こういった感じで、私は刺繍糸は収納しています。いかがでしたでしょうか。ご覧いただきありがとうございます。今後 YouTube でライブ配信っていうのをやってみたいなと思ってまして、ライブでこう刺繍を作りながらやってる様子を見ていただけたらなと思うんですけれども、私肝心なことを忘れてましてですね、チャンネル登録者数が1000人を超えないとちょっとライブ配信っていうのができないみたいなんですね。それであと1000人まであと少しなので、もしよかったらぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ライブでぜひ刺繍見ていただけたら嬉しいなって思ってます。それではですね、また YouTube でお会いできるのを楽しみにしております。
皆さんまたです。さよなら。